オクタビア WRC、オクタビア WRC は世界ラリー選手権に出場するためにシュコダが制作した競技専用車である。1997年ラリーフィンランドでデビューしたオクタビアキットカーを乱勝とし、1999年 WRC 開幕戦ラリーモンテカルロより参戦。モンテカルロではエキュの不調で出場者に大とも、 SS1 のスタートにすらたどり着けずリタイア。アクロポリスでアルミン・シュバルツが12位でゴール、初のマニュファクチュアラーポイントを獲得。1999年は最終戦グレートブリテンでブルーノ・ティリーが4位に入賞したのがベストリザルト。2001年のサハリではシュバルツが3位表彰台を得る。開発の多くにプロドライブが関わり。 スバルインプレッサ WRC と共通点が見られる。1999年のワークスで唯一の5バルブヘッドを持つフォルクスワーゲン製のエンジンは296ビット HP 6250rpm 501nm 3250rpm を発生。エボス3モデルのエンジン開発にはリヒテンシュタインのエンジンチューナーリーマンが関わり、 最高出力は300ビット HP5500rpm。最大トルクは600ナノメートル 3250rpm に向上している。6速シーケンシャルギアボックスはヒューランド製。油圧式アクティブデフはプロドライブ製。リアデフは機械式。サスペンションは前後ともマクファーソンストラット。 車体サイズは4511770ミリ、ホイールベースは2512ミリ。車重は WR カーミニマムの1230キログラム。開発の多くを外部に頼り、経験のない 4WD ターボ車、ライバルに比べ15から40センチメートルも長い、大柄なボディを持つ WR カーを熟成させるのは、シュコダにとって、至難の号であった。 2000年からイボイを投入し、アクロポリスでアルミン・シュバルツが5位に入賞したのがベストリザルトであった。2001年にはモンテカルロで4位、サファリでシュコダとしても初の表彰台3位を獲得する。2002年はドライバーのラインナップを一新、トニ・ガルデマイスターとケネス・エリクソンの体制とするが、新 WR カーとなるファビア WRC の開発が始まっており、 エンジンとリアのアクティブデフ以外は開発がストップシーズン途中から投入されたエヴァイもパフォーマンスの向上は期待できない状態にあったベストリザルトはアルゼンチンデガルデマイスターが獲得した5位にとどまる2003年はエリクソンに変えてリディエオリオールを起用第7戦キプロスがオクタビア WRC の最終戦となり第8戦ドイツから ファビア WRC にスイッチした。ありがとうございます。